GT だ。でかいでかいでかい。やばやば。いっちゃうぜ、いったー。あ、来た来た来た。おっしゃー、乗ったー。バーバーやったー。夢かなった、マジ嬉しい。はい、さい。はい、さい。今回ですね、はい、石垣島に来てるんですけど、はい、復活企画ですね、はい、超巨大魚拓を取ろうです。あ、すごい。で、どれぐらいでかいかというと、でかっ。アーラミバイも天気6サイズは入るんですね。多分、2枚目いくかもしれない。逆に強気っすね。で、石垣といったら超強力生徒がいるんですよ、はい、ちょっとその方に会いに行きますか。はい、会いに行きましょう。はい、強力助っ人、呼んでおります。こちらですね、石垣島といえばね、トントンとはじめさんです。はい、お久しぶりです。おなじみのね、はい、どうも、メンバーでやっていこうと思います、はい、で、ここはじめさんがガーラツアーはい、やってるところのいいポイント、ここではじゃあタマン、タマン、マクブ、まあ、ムネヤカ、ウムナガ、あとはガーラ。おお、まあ、明るい時間はね、いい魚ばっかり。全部魚拓レベルの魚だね。はい、で、特にマクブとかは三大高級魚に入ってるんですよ。マクブ釣れたら面白いね。マクブとガーラと、あとタマンか。タマンも昼間ね、60オーバーとかパラパラ釣る。やば、やば、釣れる釣れる、ポテンシャル高いね。ちょっと頑張ってやっていきましょう。また夜は釣れなかったら、あの山で渡れますか。お、あの遠くに見えてる山、あっちもめっちゃ爆走するんで。はい、すごいな、この山。じゃ頑張っていっぱい魚拓サイズを釣ってください。はい、今日も頑張りましょう。ありがとうございます、頑張りましょう。頑張ります。餌がタコ、はい、で、一度マクブ釣ってるんですけど、自分、はい、その時もタコだったんですよ。はいはいはい。じゃあ信頼度が高いってことですか。で、マクブって甲殻類とかがカニとか、はい、ウニとか好きなんだけど、タコも全然食うってことで、むしろタコの方がタマンも狙えるし、マクブもガーラも狙える、はい、ということで一発目、あ、ここの方じゃない。よっしゃ、行くぜ。はいはい、やばい、やっちゃった。やっちゃった。やばい、とこ行っちゃった。危ねー。失敗は成功のもとっていますからね。あ、またやっちゃった。またやっちゃった。やっちゃったよ、これ。ダウテ言ってなかったからか。あ、ありえる。ダール、ダール。ダウテ。あ、今のはめっちゃまっすぐ。綺麗。そんなとこなかった。よし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 。で、これ、はじめさんスペシャルのピトンっすね。はい。はじめスペシャル。ここ、コースやられてる。傷つかないようにだってね。これ。そして、ここでっかい魚がいっぱいいるから、はい、竿とか持ってかれるんですよ、はい、ここから折れてから、はい、なのでこれ、釣り虫から来てる、出てるやつですね、はい、竿飛ばし、防ぐやつで、え、絶対飛ぶ。なんかバックハンドからやろうかな。じゃあこういうのに引っ掛けるわけよ。さすがに飛ばされるんだろう。じゃあ本当は、もっとなんか金具があったらいいけどね、はい、十分よ。安心っすよね、これあったら。これあったら安心。 OK、 はい、これで待ちたいと思います。待ちます。あ、ちょっと待って、ちょっと巻かんとやばいかな。じゃあ、その V 字、はじめさんがやっぱ飛距離が大事らしいです。はい、ここのポイントはね。はい、なので、ちょっと投げ方講座っすね、キャスティング講座。まあ、あのリールは必ず上向けますね。はい、まあ、腕伸ばしながら、はい、こういう感じでサイズ移動もかけながら、じゃあこっちの左手もバンって回していきます。あの船に危ないよって言った方がいいんじゃないですか。あ、確かに、あの船に立ってからがいいです。あの船に立ってからがいいです。はい、おお、 100% の力。まっすぐですよ、ほら。まっすぐっすね。おお、きれい、きれい。あ、ちなみに知らない人もいるかもしれないんで、はじめさんはあのガーラハンターっすね、石垣の、はい、ガーラモンスターっていう台場から出てる竿のテスターでもあります。釣り王国っていう雑誌あるじゃないですか、うん、あれのゲッターカイトでしたっけ。ゲッターカイトっていう漫画あるね、釣り漫画ね。あれにはじめさん出てきますよね。あ、出てくるね。ちなみにその漫画、話の中作モデル。名前がちょっと違う。あ、いいね。おお、飛んだ、ほら、結構飛んだ。やば、相当飛ぶ。そっちは話すのが少し若干右手が速かったら少し右に行ってるのか、 あれがもうちょっと膝遅かったらまだまっすぐ立っていく。なるほど。それでも飛距離出たな。出た出た。さっき
と全然飛距離変わりましたね。18m、 リーダー18m、 結構入ってますね。入ってるけどあんだけ飛ぶわけよ。P だけだったらもっと飛ぶけど、うん、こういう風に リーダー入ってると飛距離が下がるわけよ。リーダーはこのリーダーってのはナイロン重いと、あの P と比べて。これがね、一番ガーラタマンズーで一番重要なノットね。これは PR ですか。 PR ノットね。 P ラインとナイロンのつなぎ目、ここがここ大事。これすることによってもう根に回られても大きい魚が取れると、うん、はい、今に根ずれても P だったらすぐ切れるんですよ、はい、けどこういうリーダーナイロン入れると岩に当たっても切れにくい。切れにくい、うん、そうそう。ちょっと今思ったこと言っていいですか。綺麗、うん、綺麗ですね。君の方が綺麗だよ男の言うセリフなのかな女の子に言いたかったな。これさ、ひっちゃん、これで慣れれば大きいのを釣れたらめっちゃ楽しいから、柔らかい竿で。ちなみにはじめさん、アンコーアワーズっていう YouTuber に何キロでしたっけ、アーラミーバイ釣らしてるわけ。83キロだね。やば、83キロのアーラミーバイも釣らしてる。83釣れないのに、なかなか船でもね、なかなかね。今回でも目撃情報とバラした感じもあるところがあるので、はい、そっちも行ってみましょう。ここのここだけじゃなく他にもポイントがあるってことですね、はい、そう、小浜島だったり西表島、はいはい、多分いれば大きいのがね釣れると思います。もうこの釣りを始めて GT はもうこれあのスピニングで50本は取ってるので。やば、 GT50 本ですか。50本ぐらい取ってんね。あともう数えてないんで、まあ、今回本当に釣ってください。サポート役に回りますので、よろしくお願いします。お願いします。で、バンバンがまだ1匹も釣ってないんですよ。で、ガーラが大好きで GT も追っかけで、プライベートでも行って、おそれでもまだ釣れてないから、そろそろ体に入れ墨でやめんなって思ってるんですけどまだハイサイの動画で、はい、多分俺一人だけじゃないですか、10キロ以上の魚釣ったことないの。マジ今回、うん、ハイサイの動画今まで出て、俺大物キャラみたいなの言われてるけど、うん、1回も釣ったことない。おマックス9キロだったんですよ、ジギングでカンパチ。ハルーですら相手は釣ってるからな、GT。336も釣って、自分も釣って、モーリーさんも船で釣ってた。あ、船か。めったに釣りしない、ツールですら GT 釣ってる。あ、確かに。ちょっと悔しい思いばっかり。しかもみんなの GT のギャフ入れは多分ハイサイで一番してたっけよ。うんうんうん。だから今度こそはってことで。頼むよ。今回はじゃあ俺たちがギャフ入れするよ。お願いしていいですか。で、バンバンのポイント難しいんですよ、見て。左も右も岩だから、その間通さんときない、綺麗に。さすが石垣島っていう感じ。石が多いね。石が多い。バンバン釣ってよ。行くぜ。よいしょ。動いて。ナイス。いっぱい飛んでる。しかもなんかいいとこ行ってますね。ねえ、フェアウェイ。フェアウェイ。フェアウェイ。水草かな。そうかね。あれ。もうだ。もう。もうで隠れて分からないんですよ。でさ、ちょっとして。もう今回はもう10キロ未満で終わりそうだな、このままお昼の時間になってきたので、はじめにたちの蕎麦屋の蕎麦です。実家が蕎麦屋なんですよ。そうなんです。その名も八重山ミートですね。八重山ミー ミート、はい、わお、すごい、やばー。これはこれかまぼこ。あ、かまぼこなんだ。そう、八重山そばってかまぼこが入ってるわけ。細切りで、三枚肉も細切り。さあ、誰が先に当たるのか。確かに今、竿を合計4本出してますね。はい、4本出してて、まあ、今日1匹でも目標の魚拓まで作れることができたら、うん、ちょっとね、確かに気持ち楽なるよね。で、魚拓に乗せる魚は、はい、まあ、3人が、まあ、これは納得、乗せるべきと思ったら乗せよ。了解。まあ、サイズもあるかもしれないけど、珍しい魚もいるさ。50センチ以下でも土ほぜりとか。あ、土ほぜりは乗ったい。綺麗だしな。あ、でも大丈夫ですよ。大丈夫でしょ。こんなにサポー激アツなサポーターが2人もいるのにこれで釣れないわけがない。天気もいいね。見てこの入道も夏らしい。いいね。めっちゃ綺麗。こりゃズボンに浪人はずっと。おーっす、おーっす。いくぜ、いくぜ。今のはやられたよね、絶対。戻ってくれ。一回味締めてるから、タコの。U ターンしてくる。何が変わったのかな。ねえ。来たね。あ、いや、来ないか。ちょっと警戒したかもしれんな。ちょっとくわえてるか。逃げたっすね。持ち帰ろうとした瞬間、おもりの抵抗を感じて、離すんだろうな。悔しい。悔しいな。これ、大盛りだ。やば。お袋の汁。はい。いくかわりに。お袋の汁。お母さん、ありがとうだよ。お母さんの味、母の味。どうぞ食べてください。おりおりおり。あ、これ食べれないね、ひっちゃんね。
はい、はい、どうぞ。食べようとした瞬間で食べようとしたらおぉ、はい、じゃあ蕎麦を取るのか魚を取るのか両方取るぜ、俺は両方取る。食べながらファイト、食べながらファイト、すすりながらファイトしてやる。完食と同時に釣り上げるぜ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。ありがとうございます。いただきます。嬉しい。はい、めっちゃ当たり小さいね。超美味しそう。いただきます。肉うま、あと透き通ってる汁がうま。いただきます。石垣に行くぜって感じだね。石垣に来て最初の目標サバ食べるなったんですよ。叶ったの。叶いました。俺も石垣に来て GT 釣るより大事なのはサバ食べるっていうのが俺の目標だったんで、俺の夢も叶った。うまうまいうまい。サバは裏切らんぜ。うん。ハイサイ探偵団から頑張るあなたにメッセージ。逆にさ、コツさあるんですか。なんとここの竿に強烈な当たりが今来よったっすね。入りそうだ。モンガラとかじゃないですか。入りそうだったね。巨大モンガラ。結構激しい当たりでしたね、今までの中で。さっきからちょこちょこ鳴るんだけどね、うん、今のはちょっと長かったね。長かった、今乗ったと思った。だからな、まあ基本ドラグ出るまでは様子見ない。おりおりおり来たぜ。すごい土管長だけどね。おりおり、あれ魚拓サイズ釣っていいですか。あざーす。あ、いいねいいね。これもう食うね。もう気になって気になってしょうがないな。待ちきれないタイプね、うん、待ちきれないタイプだ。おりおり、おお、まだよ。もう竿が乗されるぐらい曲がってるしね。これ小さい魚がついてるんじゃない、ひょっとして。いや、もうちょっと待った方がいいか。もう少し待ちますか。ちょっと巻いて誘うとか。ちょっと巻くか。じゃあもう待ちますか。食べないんだったら持っていくよ。食べないんだったら持っていくよ。さあ、来るか。あ、いや、ピタって止まりましたね。じゃあちょっと待ちますか。待つわ。はい。これよりちょっとパンチがね、夜渡ろうとしてる磯があっち見えるんすよ、ほら。あるね、これこう。ちょっとこれ地形をちょっと見に行きたいんだって。やっぱやる前に、はい、潜ってちょっと見ておきたいな。すごいな発想が。で、なんか綺麗な魚とかいたら。しかもパンチ石垣島初めてだからな。初めてです。石垣島の海楽しみじゃない。リスナーさんもね、やっぱ海の中は大好きですからね、うん、行ってこようね。ありがとう、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。岩の裏にアルミバイっぽいの見たんで。こっちっすか。この裏にでっかいのが。ここの、うん、回ってきよった。え、マジっすか。マジ一回トリッパにしときますか。さっきいたんだよ。しなげたら出てもらった。あ、痛い。あ、あれいた。ちょっと顔出してるな、アーラミーバイ。あ、あ、根に隠れた。あ、根に隠れた。あっち、なんか岩の裏にいますね。お、あら、出てきた。あら、出てきた。本気だ。あ、トントンだった。でかー。もうみんながいるところからだいたい150メートルぐらい歩いてきて、この前に見える岩が今日渡る岩ですね。あの島の周りだけちょっと深いかな。でもそれでも今干潮で、あと2時間ぐらい干潮まで時間があって、 1.5 メートルか2メートルぐらいはありそうな感じですね、見る感じは。昼の方が夏は引く潮なんで、夜渡るっていうことなんで、夜はもうちょっと潮があるんで、気になったんで調査しようと思って今向かってますね。じゃあちょっと行ってきます。ぬるいぬるいけど、なんか魚飛びましたね。夏の海っていう感じ。なんかちらほら小さい魚も見えてるんで、魚っ気はやっぱあるみたいっすね。はじめさんもこっちはすごいよって言ってたんで楽しみ。入水。
濁ってましたね、水。はい、到着しました。すごい平たいね、こんな感じっす。ただちょっと周りが水が濁っててあまり何も見えないんすよ。ちょっと潜るのはもうこれで終わりにして島見てみましょうね、どんなところか。うお、誰かが入ってるね、やっぱり。で、ミジュンがいっぱいいるね、こっちは。上から見ても分かるぐらいミジュンがいる。見えるかな。だからさっきなんかバイトみたいなのがあったんですね。なんか魚食われてるっぽい動きしてたんで。あー、なんかいっぱいいる。ツバメウオっすね。それラガンじゃないと見えないのかな、これ。うお、カワスビー、カワスビー、いっぱいいる、いっぱい。2枚、3枚いるね、カワスビー。お、いいね。イラブチャーか、あれ。あ、違う、トカジャーだ。いいね。ここ暑いかもしれん。根がちょっと荒いんすけど、なんとかなりそうだな。おー、いいサイズのトカジャー。あ、トカジャーじゃなくて、カワスビー4枚いるね。40センチぐらいありそうだね。あれは多分ミジュンの群れについてますね。いいね。満潮になったらこれが結構隠れるのかな。結構遠浅、何にも映せないぐらい濁ってるのがちょっと残念なんだよな。さあ、バンバンヒット。かまじ、かまじ、でかい GT、GT。 あ、GT だ。でかい、でかい、でかい。焦るな、焦るな、焦るなよ。やば、やば、これはでかい。めっちゃ嬉しい。バンバンやった。夢叶った、マジ嬉しい。